行き詰まーさあアウトになった人には日本一やりたくないある相撲に挑戦してもらいたいと思います。さあ赤ボール、おっとこれはボギーアウト。西野の強烈なボールが茂木にスマッシュヒット、ついに無茶ぶりゲットか。いやでもあの当たってないんですよね。ありがたい気がしたんですけど。いやありがたい気がしたんですよ。お前欲あるなぁ。ラインズマン見てましたよね、ちょっと横山、はい、あれどうした、え、何どうした、あの人はさ、嘘つんじゅんだべが、え、なんて準備当たってない、当たってる、当たってない、当たってる、当たってない、当たってる、アウト。懐かしいけど、なんか最初のあの、なんとかなんとかって名前きついて、なんて言ってか全然わからん。何あれ、わからん。では、相撲のお時間です。透明の筒の中にあるものを入れて息を吹き合い、それを相手の口に放り込んだ方が勝ちとなる息相撲。じゃあ茂木の対戦相手は、まあ、隣にいるじゃあ大島亮か、対戦相手ということでやっていってもよろしいでしょうか。はい、いやー、そして筒の中に入れるものはこちらでございます。やめろー、やめろー。こちらのセミの素揚げでございます。ではセミを筒にスタンバイ。セミセ、あ、とっても嫌、とっても嫌。さあ、いかがですか。あー、マジか。では、息相撲春場所開幕。あーあー、やってるやってる。はっきょーい、なかった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 。香ばしい。